観光客感すごいですね。巨人おるよ、巨人が。なんか巨人おるんやけどさ、これいける YouTube 消されへん。あ、バンなるかもな。ちょっとエロすぎるかも。エレちょっとエレーな。これ、うん、ちょっとあんまり映さんとこ5秒以上。あ、見て大使、怖い。トンプリもあるやん。すごい。あ、大使、ね、大使の中と一緒。皆さんこんばんは。こんばんは。ゆうこのメイドの宮城です。です。はい。ということで本日はですね、早速進撃の巨人コラボフード食べに来ました。はい、嬉しい、はい。スタジオスターズレストランでございます。岩見。はい。まあ楽しみでしょうがないっていうか、あのね、どう考えても美味しいよね。もう目の前にこんなこれ待ってんねん。食べたいよ。なかなかないかな。見ただけでうまいってわかるのは。ということで。もう早速いただいていいですか、はい、リバイプレートからいただきたいと思います。はい、基本的に2つのプレートがあって、エレンプレートとリバイプレートがあるんですけど、リバイはですね、ソースが2つから選べます、うん、ということでちょっとこれ見てください。何したんですか、はい、こちらですね。まあせいぜい悔いが残らない食べ方を自分で選べる。あ、そうまんまですね。まあね、リヴァイ兵長が言っている通り、チリソースか照り焼きソース、2つのうちから1つお選びできるということでね、
まあ、2回楽しめるんじゃないですか。あ、確かに、うん、これでよかったら次じゃあチリで食べてみようみたいなね、うん、感じの楽しみ方ができるかと思います、はい、じゃあ早速いただきます。お願いします。スープから。あ、スープからね、はい、普通のね胡椒味が効いた、うん、はい、スパイシーなオニオンスープでございます。メインいきますね。めちゃくちゃ腹減っとんのよ今日。何も食べてないや、ね、朝以外何も食べてないです、ね、じゃあもうメインいただきますね。これリヴァイ、これねパンなんよね。リヴァイは、リヴァイはパンやね。ちょっとねご飯食べたいなとは思うね。それは選ばせてくれへんって。これは選ばせてくれ。いただきます。うまそう。お肉やね。うん、うん、待てよ。あ、結構ほろほろ。あ、中にね骨肉がありますねこれ。あ、骨があるんや。なるほど、そんな感じか。ちょっとソースをつけずにいただきたいと思います、はい、出たよ。え、なになになに、紅茶の味がする。え、気のせいかな。待ってよ、ちょっとホームページ見るわ、うん、紅茶風味のローストチキンって書いてます。マジで。ちょっと癖かなって思うの一瞬ね。癖かなと思ったら癖になってる。もうなってる、うん、早いね。今ちょっとうまかった。うん、分からへん。ただね、ちょっとね食べにくいかも、骨が。こんな感じで。あ、そういうこと。そう、ど真ん中にこう鎮座ドープネスしてるんで。うまやね。ちょっとねごめんなさい、汚くなっちゃって。上に香草が乗ってるんですけど、うんうん、それもねすごくいい風味がしてて。これ細ネギかな、これ何なんやろ。ね、なんか、ね、青いの乗ってるね。あ、なんかつけるんじゃないの。これちょっとつけますね、うん、これは照り焼き。あ、めっちゃうまそう。うわ、すごい紅茶の匂いが今きた。する？めっちゃする。結構紅茶じゃない。うんうん、美味しい。美味しい。その紅茶風味のお肉を照り焼きにつけたら、なんか匂いとか風味ってかき消されるんですか。若干紅茶残るぐらい。あ、けどね、美味しいわこれ。すごいな、考えた人。あ、本当。うん、おいしい、おいしい。ごめん、食べたいよな、ごめん。基本的に進撃の世界観が多分踏襲されてるんで、うん、そのなんていうの、見た目質素風な感じっていうかな、うん、結構ね素材の味を生かしているようなメニュー。見た目やね、うん、見た目もそうや、見た目もそうやねんけど、でもね全てのねメニューにね、どこか味わい、深い味わいを感じるような。そう、これ素材がいいんちゃうかなってぐらい。ほんまに美味しいです。マジで美味しい。じゃあちょっとこれ いただいていいですか。めっちゃ気になる、めっちゃ気になる。これはなんか卵エッグみたいな、なんやろう、こんな感じ。めっちゃいい匂いする。カリフラワーが入ってるんやと思うんやけど。へえ、なんかね結構中身クリーミーな感じです。へえ、そうなんや。めちゃくちゃ美味しい。これはね両方についております。うわ、すごい。あ、結構柔らかそう。柔らかくてジューシーです。へえ。あ、でもこっちあんまりせえへんかも、紅茶の味。ちょっと塗り移ったんかな程度。あ、そうなんかね、こっちの先に食べた方が紅茶の風味強いような気がする。あ、てか両方紅茶風味なんや。多分なんか乗り移ってるだけかもしれんけど、こっちは。まあ皆さんちょっと薄々感づいてるかと思うんですが、めっちゃ味伝えるのむずいですこれ。あ、そう。食べてみてほしいっていう感じ。紅茶だって想像できる。紅茶の風味がするとしか言いようがないよね。ただめちゃめちゃ美味しいんで、食べてみてください。面白そう。俺はね照り焼きをチョイスしたんですけど、まあ、チリもほんまに食べてみたいなと思うぐらいおすすめのセットですね。ただこのチキンの上に乗っている香草がねちょっと苦手な人はいるかもしれないですね。はい、いうのもあるよね。あ、あー、いいね。進撃っぽいパンやわ。進撃パンでした。めちゃめちゃ給食に出てくるよな。これは進撃ファンたまらんの。めちゃめちゃ雰囲気味わえると思う。現地のパンみたいな、うん、ほうほうほう。これねおすすめです。もちろんねあのコラボメニューなんで値はね張るんですけど、多少はね、うん、2200円で張るんですけど、結構やっぱりこれファンは満足できるんじゃないですか。ほんまに進撃のね世界観が
すごく伝わってくるようなメニューとなっておりますので、皆さんぜひ食べてみてください。はい、はい、では次はですね、はい、エレンプレートでございます。はい、はい、見てください。美味しそうやけど、なんか団子がなんかすごいね。いいから黙って自分の好きなように食ってみろ。まあ言われても食わせていただきますけれども、はい、はい、じゃあ早速いただいてください。早速もうこれからいっちゃうね。そうやね、なんかついとるんよねこれ。何、美味しい。あのパッて食べて思ったのが、うん、キノピオカフェの肉の感じ、うん、あ、肉肉しいだ。そうそうそう、めちゃめちゃ肉肉しくて、これよこれ、つぶつぶ。つぶがもさやかの言葉で伝えるね、うん、カレー屋さんあるやん、めちゃめちゃ凝ったカレー屋さん、スパイシーなカレー屋さんの味がめちゃめちゃする、はい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 、なるほどね。なんか分からんけどね、この種は。これ分かります。何これ、クミンですね。クミンちゅうか、うん、あ、ほんまにそうです、カレーに入ってるやつ。なんか青いの入ってるわ、うん、ここにもスパイスが中にも入ってるんです。こっちがね、うん、ちなみにカレーなよね、バターチキンカレーって言ってて、ね、うん、これにつけてご飯と一緒に食べたらもうさすがにじゃない。これも完全にカレーセットって感じだね。そう、うん、おいしい。おいしいけどちょっとピリッとするかな、ま、うん、初めに口に入れた瞬間ね、うん、バターがふわって、あ、そんなに風がこうバババって CM あるやん、バターが来て、うん、その後まあカレーと、はいはいはい、ちょっとなんかピリ辛のような感じがコンコンコンって喉つついてくる。喉ちょっと辛いだろうみたいな感じで。あ、でもそんなぐらいの感じ。そう、美味しい。いいね。え、このご飯はほいでなんなん、なんかおしゃれなんかよう分からんけど。これ福神漬けじゃないんや。パプリカ、うん、パプリカっぽいね。パプリカやろ、うん、見てください皆様、もうミニカレーできてますね、うん。なんかご飯もさ、うん、真っ白でほかほかで美味しいって感じじゃなくて、うん、ちょっとパラパラでパサパサというか、うん、ちょっと外国風味の。あ、そう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 、パパオライスみたいな、うん、あ、そうなんで、うん、で多分これなんか中に入ってるよね。あ、そう。これは何、分からん。あ、分かった、分かった。トマトライス、トマト入ってた。上にじゃあ乗ってるのがパプリカで、中がトマトってことやな。そうだね。あ、じゃあまとめますと、はいはい、これは結構あのスパイシーな肉肉しいお肉です、はいはいはい、こちらがバターチキンカレーなんですけど、うん、ほんまにバター香ってちょっとピリ辛ですね、はい、でこれはトマトライスに上にパプリカとビーツが乗っておりまして、はいはい、雰囲気が100点満点やな。そうやな、うん、もうほんまになんか調査兵団感すごいねこれね。ほんまに心臓捧げなあかんぐらいの勢いやわな、うん、はい、こちら紅茶デザートが、ね、また紅茶や、紅茶押すね、押すね、だってリヴァイが好きなんじゃ。そうやね、うん、で、あのこれは中のねマグカップは持って帰れます。え、そうなん、そうなんです、マジで、はい、で1200円なんで結構安い、うん、いただきますね、はい、うん、どういうこと、あ、これなんなんやろ、紅茶の風味がね強すぎて、ここの上のあれがよくわかる。ババロアかな、あ、そうなんなんやろうね。ね、柔らかい、まあ、プリンなのかババロアなのかわかんないですけど、上のねソースが、まあ、紅茶のねソースがたっぷりと入ってるんで、もうほんまにその味がするんですけど、紅茶の味がめっちゃするんですけど、中にね柑橘が入ってて、すごい爽やかな、ね、そうなんや、やと思ったら一番そこにスポンジが入ってて、そのスポンジが紅茶をめっちゃ吸収してるから、めちゃくちゃ上品な味になってる。美味しそう、これ美味しい、ケーキじゃん、これは最高ですね、本当に美味しい。ただね、ちょっと一点気をつけてほしいのは、中にねオレンジの皮かな、うん、ママレードのようなものが入ってるんで、あ、まあ、そういった、ママレード嫌いな人結構多いと思うんでね、そういうのが苦手な方は結構要注意です、うん、いきなり出てきます柑橘が、なんかびっくりした。これ美味しいです、おすすめなのでぜひ食べてみてください、はい、ということでこれね、ラインメニューの名前、ミカサの赤いマフラーを巻いたデザート、味はや味はやそこじゃねえんだわ。実食してみてください。どうしてくれんの。でもリンゴっぽいけどね。分かった、さやか、めちゃめちゃムースっぽいな。あ、ほんとや、
チョコムースかな、うん、いい下にスポンジ入ってるわ、うん、それこれがねなんかあのクレープ生地みたいな感じかな、うんうん、チョコなんやけど、うん、めちゃめちゃここっていつも濃厚やんか、うんうん、だけどそんなに濃厚じゃない。あ、そうなんや。めちゃめちゃさっぱりしたチョコ味、はい、ムース、はい、でもチョコは全然強くないです。で上はほんまに、あ、見てください、リンゴかな花びらいらんコンポートみたいなのが乗ってないね。うん、おいしい。これはベリーソース。あ、いつものベリーソースです。いいですね、これ一緒に食べたらマジで美味しいわ。でもいつもみたいにそんな濃厚なデザートではないので、はい、すごくさっぱりしてて食べやすいかなと思います。ミカさんも喜んでるよ、はい、アルミンのパフェです。ネタバレないよねだいぶねということでパフェやな、これ。あ、めっちゃこっちは濃厚そうやね。うまそう。まあ、これさっき言うとマジでめちゃくちゃ美味しいんやけど、もうねめちゃくちゃ美味しい。やけど？いや、やけどはない。ない、間違えた。もうメインはもうマンゴー。あ、ザ・マンゴー。ほんまにマンゴー。マンゴーでしかないぐらい。で、周りにチョコレートがあるんで、うん、まあチョコマンゴーって感じやね。はいはい、でもマンゴーとチョコレートってめちゃめちゃ合うんで、うん、バッチリです。あ、そう、うん、で、中にね、マンゴーのムースとか、マンゴーのソースとか、あとフルーツが入ってて、中にね、謎のもちっとした食感の何かが入ってる。これなんなんやろな。何入れたやろな。ちっちゃい白玉なんかな。でも白玉ほどのサイズもないんや。あ、そうなんや。これでそれにね遊び心があってめちゃめちゃ美味しいデザートです、これねおすすめ。めちゃめちゃあのピーチですねピーチですね。桃ですね。アップルじゃないね。アップルじゃないね、多分。やばいなまあいいんじゃないいいんじゃない。これほんまにね分かれると思う。全部めちゃくちゃ美味しい。もうね桃好きかマンゴー好きか紅茶好きかほんまこれだけ。あ、なるほどね、うん、全部美味しいんでほんまに1個食べてみてください。メイドの土産。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでございました、はい、ちなみにですね動画の途中で映ってたこれエルビンのカップなんですけど、これね普通のメインセットのメニュープラス530円でこちらに変更できるって感じですね。これが6種類から選べますね。なんかねその下にね値段書いてたんでこれ単品でも多分買えるんやろうな、うん、850円で買えるんやと思います。でさやかは団長が好きなんでエルビンにしましたと。エルビン卓ですね、はい、最後にね俺が食べたデザート、うん、なんか餅みたいなの入ってるって言ってたやん、うん、あれねじっくり見てみたらねあれなんだろうね見てもわからんなんかくず餅なんか、ね、わらび餅なんか、うん、でもなんかそっち系なんよ、うんうん、ただね透明やったんで、まあ、くず餅かわらび餅かどっちなんかなんやろうね。とにかく美味しかったです。美味しかったね。ということで本日のね紹介したコラボなんとハズレなしということで。いや本当に美味しかったほんまに、うん、マジで全種類美味しかったんで皆さんスタスタのね進撃コラボ進撃ファンの方ぜひ食べに行ってみてください。はい、あとねエレンプレートのやつな、はいはいはい、結構ご飯入ってた。入ってたね、なんかこう幅がちっちゃかったからあれやけどこう言えないやこの分厚さがすごかったからね、いちごちょっとぐらいあったかもしれんな、もしかしたらね。食べても減らんって感じやったから、ね、それは言い過ぎたかもしれんけど減ってった。盛り癖あるからね確実にということで、はいはい、皆様ぜひ行ってみてください。はい、では本日の動画が参考になった私も行ってみたいエレンプレートリバイプレート食べたいよって思ったそこのあなたチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。これめっちゃいいわ。えこれさめっちゃ硬いやろごめん硬いしごめんなちょっと終わるとこやったけど中が茶色いんよ。ちょっとね高級感あるし。そうやね。なんといってもプリントがすごいいいね、うん、ちょっとねマットな加工がされてて、うんうんうん、そうそうそうマットっていうのかなこれなんかザラ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 、うん、おすすめです。せーの次はセーラームーンですね。セーラームーン行くん？行こうよ。楽しみやな。見場昼やしね。ね。
リバヒルね、新しいメニューも出てるんよな。マラ取ってた24時間密着いいね、パッパッパッパーちゃうねパッパッパーなんだな。